にデビュー戦チケットは月26日発売、韓国開幕戦。MLB ワールドツアーソウルシリーズ2024のチケット販売は、クーパンプレイウェブサイトを通じて1月26日から開始される。クーパンのメンバーシップユーザーがクーパンプレイを使用できるようにする有料サブスクリプションサービスを持つユーザーのみがオンラインでチケットを購入できます。リーク来たぞおー。絶対手に入れるわ。うおーおー、これいかないやつは野球ファンじゃないで、歴代最高の野球選手を最強チームで見れるんやから。大谷のデビュー戦が韓国って。なんだよこの巡り合わせは。ただし購入には韓国の住民番号が必要。は？コンディション不良でベンチでも文句言うなよ。果たして大谷は開幕に間に合うのか？ゴールデン地上波でやるだろな、楽しみ。開幕だるまであるし、こういう時地味にドジャカスに勝つんがパドレスよ。ドジャース大谷山本、パドレスだるま追記ムハソン、アジア人はあと誰かいたか？クリロナが韓国で試合に出なかったってキレてた韓国人には悪いが、多分大谷は韓国行かないぞわら。打者戦でもさすがに肘がまだ間に合わないし、安全策で無理させないわ。オープン戦行けばええだけやろ。開幕戦前に東京でドジャース VS 巨人とかオープン戦やるだろうし。日本からは買えないみたいだけど。